でも、実は、僕、錦鯉さんたちと、共演初めてじゃないんですよ。はい、え？ひろゆきさん、初めてですよ。荻窪かなんかのサウナのビルにロケ行ったの覚えてます？あれ？個室サウナですか？個室サウナで、なんか屋上があって。行きました、行きました。はい。っていうことはもう、あれ、売れすぎて、オンエアはもうチェックしないゴミ分になられたんですね。言い方気をつけて。はい、あ、もう忙しすぎて、テレビなんか出ても別に見ねえし、みたいな。その時、サンジャポ出てた。はい。出てましたね。はい。錦鯉さんがサウナで面白いことしないで、僕、上にワイプで出てました。いや、それを共演って言ったら、もう何でもありじゃないですか、ひろゆきさん。いや、でもだって3年前、自分テレビ出たら絶対見てましたよね。見てました。いや、確かにね。いや、そうですよ。30分も見てますよ。見てますか。でも今じゃもう何に出てるかも分かんないぐらいな感じの忙しさ。正直、それありますね。もう自分じゃようやく勝ち組になったかなって感じですか。はい、いや、まだまだその感覚には。まだ不安しかないですね。あ、不安なんですか、まだ。いや、不安ですよ、もう。いつこの M1 バブルが、みたいなのもありますしね。